はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。3月は11日マンデーでございまして、ですね、2時半になろうとしています。はい、ですね、千代田区14度、この部屋は22度でして、こういい感じでございます。今2時半っていうのは一番日が照るんですね、この部屋ね。お昼ご飯にビール系飲料4杯いただきまして、ぼーっとしますけども、この時間にこの、ね、日が照ってるとですね、非常にこういい感じになるんで、それなんていうかこう 気分がいいですね。もう春でいいですよ、春で。もうこの3月11日ですから、もうすぐね、桜が見られるんです。今頃目が吹いてる頃でございましてですね、もうちょっとした桜や、まあ、春やでと思って、夏は来なくていいんですけどね、私的には、来てほしくないんですけど、そのまま秋になってほしいなと思います。今日は日経平均がド派手に下げてましてですね、今1137円安ということですね。あと30分です。30分こと今日はですね、このままいきそうな勢いですね。この安いままですね、いきそうな勢いがありますけど、どうでしょうか。で、ドル円がですね、146円台に入ってまして、146.992 というところでございまして、今日はもっとですね、上げてたんですね、円がですね。なんでかと言いますとですね、アメリカの雇用情勢とかからですね、あるいはインフレとかから見てですね、インフレ率が軽減されたというところから見て、アメリカが利下げするんちゃうかという観測が急速に広がっています。で、日本の日銀はですね、来週の火曜日、今から1週間と1日先にですね、利上げをする、実質利上げをするんちゃうかと言われます。ただこの今日の情勢を見てですね、あ、やばい、やっぱりやばい、で、あれ、利上げしたらあかんというふうに、あの上田のビビリーノがですね、思っているかもしれませんね。なんせビビリーノですからですね、こう変化を嫌うわけでして、長期金利は YCC コントロールをやめるというふうに言われてますけど、どうでしょうね。ちょっと今日のこれで分からなくなりましたね。まあしかし、いずれ利上げはしなあかんのですけどね、その辺がどう転ぶかというところでございます。さて本題はですね、ブルームバーグにですね、これは今日出た記事ですか、今日の11時08分と言いますから、まあまだですね、3時間は経っていない、3時間ちょっと前に出た記事、中国関連の仕組み商品、韓国の銀行証券が不適切に販売、金融監督委員ということで、ちょっと読みますと、ヘッドライン2つ、エッジ株指数連動 ELS の販売に組織的な問題と調査結果、損失は約6500億円に上る見通し。いやー、知らんでという感じですね。6500億って少なくないですよ。韓国金融監督院 FSS は11日、国内の大手銀行証券会社の一部がリスクの高い中国関連の仕組み商品を個人投資家に不適切に販売していた様々な事例が見つかったと明らかにした。これらの投資家の多くは退職者だったという。問題の証券はハンセン中国企業株、エッジ株指数に連動する株価連動証券、ELS と呼ばれる複雑な仕組みの商品で、FSS によると銀行5行と証券会社6社を対象とした調査で、コンプライアンスの不備と組織的な問題が明らかになった。同指数が現水準にとどまった場合、同 ELS の今年の損失は5兆8000億ウォン6500億円に上る見通しだとした。FSS はこれらの金融商品、金融機関がどの程度の保証を顧客に対して行い、信頼回復にどれだけ取り組むかを考慮した上で、罰金など追加措置を検討する方針だと説明した。ELS の販売は規則違反や不正確な説明による売り込みがなかったかを調べるため、
FSS は国民銀行や新刊銀行、未来アセット証券などの大手銀行や証券会社を対象に数ヶ月間にわたって調査を実施してきた。韓国 H 株指数運動連動デリバブ商品、で銀行証券、違う、これ関係ない、すいません、違うところ読んでました。韓国の仕組み商品、市場は世界最大級、小さい国やのに。地元銀行などを通じて個人投資家に販売されている。こうした商品は特に退職者の間で人気がある。 H 株指数連動の ELS は2021年に販売されたもので、期間は3年。アカウントの約 22% は現在65歳以上が保有している。そうなの。 H 株指数は当時1万2000を上回っていたが、中国経済の成長をめぐる懸念や米中両国の緊張の高まりで大きく下げ、先週末終値は5656、半分以下に減っているということですね。 H 株指数連動の ELS の残高は昨年12月末時点で18兆8000億ウォン、今年1、勘弁します、すぐになんか変になんねこれ。今年1から2月で約1兆2000億ウォンの損失が出てるという。これでこの記事は終わってます。あのね、仕組み商品とか仕組み債とか言われるんですけども、なんかね、私も調べたんですけどようわからん、デリバティブって言って、まあその債券をこう理解するこうやり方があってですね、そこから生まれてくるですね、非常に複雑な商品で、ですね、まあもちろん上がりはいいんですけど、下がった時のあれが大きいんですね、その上がり下がりのですね、あれが幅が大きい、実際の幅よりもっとその増幅するわけですよ。下がった時にはガーンと下がるし、上がった時にはガーンと、もう債券なんてことそんなね、1割も2割も上がったりしないんですよ。でもそれがですね、上がる可能性がありますねと言って多分売りつけたんだと思います。で、日本人ってね、そういう危ない商品ってあんまり買わないんですけどもですね、お隣さんの人ってギャンブル大好きなんですね。日本人よりギャンブル大好きでですね、そういうこう儲かるときには儲かんでみたいな商品、割合売りやすいんですね。でまあ、日本にはあんまり買いませんけども、日本でも千葉銀行とですね、千葉銀証券かなんかがつるんで、ですね、一般個人にですね、あんまりうまく説明もせずにですね、売りつけてですね、損失を発生させたということで、ちょっと事件になっていました、去年あたりですね。まあようわかりませんけど、私は主にこうたらあかんもんなんですよ、仕組み債というのは。でそれをですね、韓国で、ですね、韓国の大手銀行がですね、個人にいっぱい売りつけていたと。でそこでですね、損失が発生していて、その損失の総額が6500億円。これね、6500億というのはね、結構でかいやんと。6500万円損した人がですね、10人で6億ですから、ですね、1万人いるということですね。ね、これまだね、このニュースは出始めたばっかりなんですけども、ですね、今後広がっていくんじゃないですかね。で、その中国の商品を、中国発の金融商品をですね、韓国人が買っていたということでして、もしかしたらですね、多くのですね、強欲な韓国の投資家、ここには退職者と書いてありますけども、がですね、もう愛護の世界になっていく可能性があります。まあね、投資は自己責任ですからね、そのわからん、わけわからんものをですね、買ってしまった本人に責任があるっちゃあるんですけどまあ中国経済が伸びていればこういう問題もなかったんでしょうけども、今後この手のですね、中国経済のですね、スローダウンというか不況化によるですね、こう他の国への影響ってのはどんどん出てくるんじゃないかなという気がします。
まあですね、欲を買いたい人ですからたちが損をしているわけですから、まあ、別に同情する必要は全くないんですけどね、欲を買いた方が悪いと私は思います。はい、このブルームバーグのアドレスを一応貼っておきますね。皆さんどう思われておりましたか。